皆さんこんにちは。飛行機の旅が大好きなキャンです。いつものキャントラチャンネルでは飛行機での旅の様子や ANA での修行の様子などをお届けしていますが、今日の動画では飛行機にたくさん乗っている私でも初めて体験したこと、めったにないことだけれど知っているともしもの時に役に立つかもしれない情報をシェアしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。羽田空港第2ターミナルにやってきました。それでは国内線出発、2階に上がりたいと思います。しかしエスカレーターからはものすごく長い行列。これには並びたくない。駅を上がって真正面のエスカレーターが大混雑してたので、今日はこちら側のエスカレーターで国内線出発ロビーまで行きたいと思います。ではここから2階に行きます。ところで皆さんは搭乗するときに何を使っていますか？スマホ？紙の搭乗券？私はここ最近ずっと ANA アプリを使っていましたが、今日はスキップサービスを利用して入りたいと思います。スキップサービスが3月31日で終わってしまうので、その前に使っておきましょう。これすごく便利で良かったんですけどね。それじゃあ行きましょうか。はい、では今日も ANA スイートチェックインから保安検査を受けに行きたいと思います。それでは ANA スイートラウンジに向かいます。スキップサービスとっても簡単ですよね。電車の改札を通過するような感覚で保安検査場もラウンジの入り口も通過できました。今日は普段あまり行かない左側のエリアへ。まずはお食事のラインナップを見てみましょう。お稲荷さんに明太子おにぎり、赤しそおにぎり、それからチーズパンがありました。しばらくラウンジでゆっくりしているとゲート変更のお知らせがありました。私の搭乗便は60番ゲートに変更されたようです。搭乗時間までもうしばらく時間がありますので、今日はラウンジをはしごしてみましょうか。ちょうど変更された搭乗口60番の前にも ANA ラウンジがあります。今私がいるのが62番ゲート付近なので、60番ゲートはそんなに遠くありません。こちらが60番ゲート前の ANA ラウンジの入り口です。右側の自動扉の向こうは ANA プレミアムチェックイン。ここは普段飛行機に乗らない方でも、まだ修行中でステータスがない方でもプレミアムクラスに搭乗する際に利用できる優先チェックインカウンターと保安検査場です。ではまたここで ANA カードの出番。私も久しぶりに入りました。本館北の ANA ラウンジです。ひとまず入って左側の端っこまで行ってみます。今 ANA スイートラウンジから移動してきたばかりなので、この空間がとても広く感じます。この辺りの座席はお仕事をされる方に良さそうですね。続いて先ほどの受付から右に進むとバーコーナーがあります。私の右手全部バーなんです。とても広いですよね。なんだか国際線のラウンジに来たみたいです。せっかくなので一周回ってみましょう。ビールは場所によって種類が違うようで、ここにはキリン一番搾りとアサヒスーパードライがありました。こちら側の座席はビジネスエリアもありますが、ソファーの席もたくさんあります。そして時間帯にもよるとは思いますが、この空間はまるで図書館のように静かで落ち着いていました。ここで急に予定が変更になり、今日のフライトはキャンセルすることになりました。とはいえ私はもう空港の中に入ってきてしまっています。このような場合どうしたらいいのでしょうか。私も初めてのことだったので今いるラウンジのスタッフさんに聞いてみることにしました。ラウンジ受付の方に事情を説明するとその場ですぐにキャンセルの手続きをしてくださいました。そしてキャンセル料やこの後の出口までの行き方をとても親切に丁寧に教えていただきました。対応してくださったスタッフさん本当にありがとうございました。そこで気になるのが手数料ですよね。今回のケースは自己都合による払い戻し。この時かかった手数料は払い戻し手数料と取り消し手数料の2つです。詳しいことは ANA のウェブサイトでご確認いただきたいのですが、基本的には払い戻し手数料は440円かかります。そして取り消し手数料ですが、こちらは購入したチケットの種類によって異なります。簡単に説明してしまうと、先日私が羽田石垣間を往復した時に使ったチケットのように、早い時期に安く取ったチケットは出発が近づくほど取り消し手数料が高くなるということです。一方、出発直前にチケットを取った場合などのバリューという運賃や株主優待割引を使った時の運賃などは解約日時にかかわらず取り消し手数料は一律となっています。いずれにしても飛行機に乗れないことが分かったら出発時刻の前までにキャンセルの手続きを済ませましょう。ちなみに病気で旅行ができなくなった場合など変更・払い戻しの特例がありますので、知っておくと万が一の時に役立つかもしれませんね。さて、航空券の取り消しと払い戻しの手続きは終わりました。しかし私はまだ出発ゲートエリアの中にいます。ここからどうやって外に出たらいいのでしょうか。これもラウンジのスタッフさんが地図を使って教えてくださいました。出口に行くには到着連絡口という黄色い看板のところから下に降りてくださいとの案内でした。これが到着連絡口の看板ですね。ガラス張りになっているところを入ってくださいとのことだったので、ここで間違いなさそうです。階段を使って1階に降りていきます。また扉が出てきたのでここを開けると、ここは羽田空港で乗り継ぎをする際に来る場所の裏側です。つまり乗り継ぎルートを逆走していたことになりますね。これで普段のフライトで羽田空港に到着した時に通る場所、到着出口への通路に出ることができました。今回の動画では当日急な予定変更により航空券をキャンセルすることになった場合について、私の体験が皆さんのお役に立つかもしれないと思いシェアさせていただきました。通常航空券の変更や解約はウェブサイトやアプリから行うことができますが、今回のように一度出発ゲートエリアに入ってしまった場合は自分で手続きをすることができなくなっているようです。私は今回 ANA ラウンジの方にお願いして手続きをしてもらいましたが、私と同様のキャンセルをしたことがある方のお話では、近くの搭乗口のスタッフさんにお願いして取り消しの手続きをしてもらったそうです。以前私も遅延でスケジュール変更をせざるを得なくなり、別の日のフライトに振り替えていただいたことがありますが、その時対応してくださったのは搭乗口のスタッフさんでした。そして手続きの後は今回同様、出発ゲートエリアから到着連絡口を通って出口に出たということがありました。もちろん予定通りに旅行ができることが一番なのですが、もしもの時にこの情報が皆さんのお役に立てば嬉しいです。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。